いたずら電話。何年か前に家電を取ったら無言。無言電話なんて初めて取ったんで。切らずに無言で、こっちも何も言わずにいると。数秒後、機械の音声みたいな男性の声でお経が流れ出した。びっくりしたんだけど、好奇心の方が勝って、そのまま聞き続けた。でも、延々と言い続けている。さすがにちょっと気味が悪くなってきて、受話器に耳を当てたまま、電話をそっと切ろうとしたら。最後まで聞いてくれるって思ったのになぁ。と聞こえて、速攻電話を切った。悪質な誰かのいたずらだとは思うんだけど、今でもあの声が頭から離れない。黒い塊。2年ほど前のことです。広島から都内の会社の内定式に参加した私は、そのまま会社近くのビジネスホテルに一泊することになった。そのホテルは、1階と2階が証券会社、3階と4階が客室、5階がフロントで、そこから上がまた客室になっているという変わった作りのホテルだった。チェックインを済ませた私に渡されたのは、4階、2号室の鍵。4階に降りた私が、自分の部屋を探し、フロアをうろうろしていると、1枚のドアに目が留まった。その扉には、部屋番号のプレートがついていた跡はあったのだが、肝心のプレートがついていない。部屋の配置図を見てみると、そこは15号室らしい。その手のホテルでは、一部屋も無駄にできないはずなのに、その部屋は潰してあるんだから、きっと誰かが亡くなって使うことができないんだろうなと思った。私は自分の部屋を探し出して、部屋に入った。翌朝も早かったため、一刻も早く眠りたかったんで、23時前にはベッドに潜っていたけど、どうにも寝つきが悪い。部屋の空調を調整しても、何をしても、なかなか眠れない。テレビをつけて、ぼーっと眺め、時間を潰していたら、午前3時半ごろ、やっと、うとうとし始めて、いつの間にか、眠りについていた。しばらくすると、パッと目を覚ましてしまった。起き上がろうとすると、体が動かない。金縛りだった。それと同時に、耳元で誰かが、はははは、と、笑っている声が聞こえた。声の方を向こうとしたのだが、金縛りのせいで体が動かない。なんとか眼球だけ動かせることに気がついた。声のする方にゆっくり目を向けて、そこで笑っていた真っ黒い塊を見た。寝るためにメガネを外していたんで、はっきりとは見えなかったんだけど、私にはそれが人の頭のように見えた。その笑いかけてくる人の頭のような黒い塊は、
ずーっと天井近くまで上がって、左右に揺れながら私に向かい、と笑い続けていた。恐怖で声が出ない私は、揺れながら笑うその塊を見続けていた。なんとかこの場を逃げ出したい私は、ありきたりだったが心の中で必死になってお経を唱えた。するとすっとその塊は消えて、金縛りも解けた。後で分かったんだけど、やっぱりそのホテル、私が宿泊をする一月ほど前に、同じ4階で男性が焼死体で発見される事件があったそうだ。そしてその方が焼死されたのは私の誕生日と同じ日だった。アドバイス。3年前のある日曜の夕方、新幹線で彼氏と旅行から帰る途中のこと。新幹線が停車して降りようとしていると、隣のボックスに座っていたパンツスーツ姿の女性からメモ書きを渡された。女性はそのまま早足で降りていってしまった。そのメモには、突然すいません。お願いがあります。明日の朝は高速道路は使わないでください。できれば一日車に乗らないでください。いたずらではありません。あなたは明日、〇〇サービスエリアに立ち寄って、〇〇まで高速を使用します。どうか信じてください。とだけ書かれていた。彼氏も気味悪がっていた。確かに私は月曜日だけ高速道路を使って遠くの職場に出向している。他の曜日は電車を使用しているため、車に乗るのは月曜だけだ。決まって必ず、〇〇サービスエリアでお昼の弁当を買って〇〇で高速を降りる。女性のメモと私の月曜の朝の行動が一致していた。彼の勧めもあって私はその日だけ電車で出港した。私の身には何も起きなかった。特にその日、いつもの道で事故などがあったという話も聞いていない。あの女性は何者なのか、当然面識はない。なぜあの女性は私の行動を知っていたのか。予言めいた警告をしてきたのはなぜか。何かが実際に起きたわけではないんだけど、不思議で、不気味な出来事だった。ロフトにあるお札。大学時代に友人から聞いた話。大学からの帰り道に私はその友人とどこかで飲もうということになり、友人宅の近くの居酒屋に二人で飲みに行きました。大学でのことなどを話したりして、だんだんと話も盛り上がってきて、さらに友人の家で飲み直そうということになり、友人の家に向かいました。友人は一人暮らしをしていて、間取りは4畳のキッチン、6畳の部屋、そしてちょうどキッチンの上に当たるところに
4畳くらいのロフトがあるアパートの角部屋でした。ロフトには布団が敷いてあり、友人はベッドルームとして使っていました。コンビニで買ってきたビールを飲みながら、友人と私は朝まで飲み続けそうな勢いで飲んでいました。久しぶりに友人の家に遊びに来たんで、私は座ったまま部屋をいろいろと見回していると、ロフトの階段部分にお札があることに気がついて、友人に冗談交じりで何のお札なのかと聞いてみると、実家から送ってもらったお札だということでした。そして友人がこのアパートで起こった出来事を話し始めました。友人はいつものように帰宅し就寝しようとロフトに上がり、敷いてある布団に潜って床に着いたそうです。大学に行った後、バイトをしてからの帰宅のためすごく疲れていてすぐ眠れたそうです。何時間か経ったところで友人は物音がして目を覚ましたそうです。アパートですから隣の住人が騒いでいるんだろうと思い、疲れていることもあり布団を頭からかぶり寝直したそうです。そして次の日もいつものように眠っていると、また夜中に物音がして目が覚めたそうです。その物音というのはロビーとか待合室のような人の往来が多いところのように、雑談や足音などがざわざわと混ざってできた感じの、そんな音なんだそうです。話し声に似たような音も、ついさっき寝ていたせいもあって、はっきりと聞き取ることはできなかったそうです。次の日も友人が眠っていると、そのざわざわとした物音に起こされたそうです。いい加減毎晩続くので、大家さんにクレームを出そうと思い、本当に、毎晩隣人が騒いでいるのかをちゃんと確かめてからクレームをしようと思い、布団の中で聞き耳を立てていたそうです。頭も冴えてきて、だんだんとその物音が聞き取れてきたとき、友人はおかしなことに気がついたそうです。友人の部屋は角部屋にありますから、部屋は隣に一つしかないはずなのに、その物音は両隣から聞こえてくるんです。さらによく耳を澄ましていると、それは正確には両隣から聞こえてきているのではなく、どう考えてもその友人の六畳間の部屋から聞こえてきて、両隣から聞こえているように感じたのは、音が反響してロフトに届いているかららしいのです。友人は別に金縛りになっているわけでもなく、布団から這って出て、ロフトから恐る恐る下の六畳間を覗いてみたそうです。すると、その六畳間いっぱいに、白い服を着た人たちが埋め尽くしていて、ロフトから覗いている友人の方を見上げていたんだそうです。その人たちはうっすら青白く光っていて、軽く左右に揺れていたそうです。友人はあまりの出来事にその状態のまま、しばらく向き合ったまま硬直してしまっていましたが、急いで布団に潜り込んで怯えながら震えていたそうです。でもいつの間にか眠ってしまったそうで、
その事実を家族に電話したところ、親がそのお札を送ってきてくれたそうで、そのお札が届いて以来は何も起こらなくなったそうです。でもお札が届くまでは家で寝るのが怖くて、他の友人宅に泊めてもらっていたそうです。私が今座っているこの場所に、その白い服の人たちが立っていたのかと思うと、怖くて一気に酔いが覚めてしまいましたよ。